名のシャーリーズ・セロン。彼女はね、長連邦ですか、昔のあそこの出身で、まあ、あの白人ですわ。で、彼女本当に美人なんだけども、なんか暗いんですよね。で、どれも暗い映画が多いんですけども、もう美人って言ったら最高の美人ですよ。で、僕も好きな女優の、大好きな女優で、まあ、だからそれと演技力が、まあ、この人のもう出世作っていうのはあのモンスターですね。モンスターっていうのはいわゆる死刑囚が最後の晩に食べるご飯のことのなんかモンスターズボールやと なんかあるんですけども、まあ、いわゆる女の死刑囚の役をやって、その時のもう本当猛烈な、あのここに写真はあの出しますけど、もう本当こういう役をですね、だからこれも演技派としてはすごい女性なの。ただ暗さっていうのがあって、なぜかなと思ったら、あのなんか連れ子で奥さんと、あの別の男性と奥さんが結婚したのか同棲したのかしら、その時にその義理の父ですな、義理の父役に襲われかけたんですって、子供の頃に。それを見たお母さんが本当実弾の拳銃出してきて、それを撃ち壊して殺したんですよ、ぶっ殺したわけ。でその裁判も経験してて、まあ、結局お母さん無罪になったんだけど、多分やっぱりあの殺人の現場、自分が襲われかけてお母さんが出てきて殺したとか、それは殺人だから、やっぱりキリスト教の世界ってやっぱり殺人というのは、まあ、タブーですから、なんかそれが心の底にやっぱりあるのかなという感じはします。まあちょっと早口で言うと、それで僕の本当に好きな映画、まあ、10本の中に絶対入る映画、ある日、大地、ある日なんか、沖縄の、あの日、欲望の大地へっていう映画、これメキシコ映画なんで、アリアガ監督っていうのがね、あの、25グラムかね、15グラムか、人間15グラムやっちゅうから始まったとかいう、なんか映画と、それからあそこの、モロッコの、あの僕が行きました、あの、砂漠、バベルっていうそのモロッコのあれで、僕はモロッコまで旅したことあって、そのもちろんバベルのそのそこの坂のバスで降りていく、それは全然見てませんけども、まあ、遠くから砂漠を見たり、してたぐらいですけども、その映画に出て、その映画の監督やね、彼女でね。それで、この映画中はまたね、謹慎の中、お母さんがなんかその愛人とワクワクしてるっていう、それ場面をこの少女が、お母さんの子供が見つけて、憎しみにあわって、それでそのお父さんの子供と一緒になっていたずらしてやろうじゃないかっていう、ところがそのいたずらが本当の爆発になっちゃった。でお母さんもお父さんも死んじゃったと。それでそういうこと、いたずらをした2人が逃避行を続けてメキシコまで行くんですけども、それでそこで、まあ、あの自分たちも子供が出てきてたわけですな、その時に。で、まあ、その辺の、まあ、暗い話で、それでその2人は別れて、その奥さんの方は、まあ、チャーリー・セロンが奥さん役をやるんですけど、奥さんってその娘役がジェニファー・ローレンズ、後で出てきますけど、このチャーリーさんのその娘役が大きくなってウェイトレスで、あのアメリカのど田舎で働いてる、まあなんかもう本当にどういうんですかな、もうやけくそみたいな暗い人生やって、それでところはその子供、生まれた子供が追いかけてくるわけね。その別れてもう逃げるようにしてアメリカに行ったんでしょうな。で戻ってきてちょうだいっちゅうの戻って、なかなか最後はハッピーエンドなんだけど、まあ、そのあれ映画見ると本当に彼女っていうのはそういうあれを弾いてるから、モンスター役でもこの役でもまたすごい演技するんですね。ちょっと僕しゃべりすぎて、付け足しがある。付け足し、そうですね、あのチャーリーズ・セロンはあのそうですね、おっしゃられた通り本当に整ったすごい美人ですよね。あの典型的なブロンド美女、緑色の目ですよね。本当にこのようにこんな美
しい人がいるのかって、彼女が人気が出たきっかけの1999年サイダーハウスルールでは、その美しさに、主人公が驚くようなセリフもあったと記憶しています。で、そういう美貌を生かす役柄ももちろん演じていますので、例えば近年ですとスノーホワイトのお母さん役とか、スキャンダルの美人キャスター役とか、一方でハリウッドのアクション映画でも常連ですよね。マッドマックス怒りのデスロードでは丸刈りでも美人なんだっていうのを見せてくれたり、ワイルドスピードとか、アクション映画でも長身を生かしてすごくかっこいいんですが、それだけではないんですよね。おっしゃられたすごく太って演技をしたモンスターという映画がある、それだけじゃないっていうので、この出されたあの日、欲望の大地でという映画があると思います。それはシャーリーズ・セロンの美しさを生かしつつ、奥山さんおっしゃられた生い立ちの暗さを体現するような、内面の暗さを抱えた主人公で、すごいのは一番最初の場面でシャーリーズ・セロンがこう起きがけに裸で窓の外を見ているっていうのが、後ろから前から遠巻きに映されるんですけど、その佇まいとちょっとした表情が見えるだけでもすごく暗さが醸し出されてるんですよね。そうだ、レストランのね、上級だった頃ですね。本当にそうです。でこの作品はだから彼女の美貌とおそらく抱えているであろう内面とがうまく引き出されている作品だと思うんですけど、彼女がプロデュースもしてるんですよね。お金を出してプロデューサーとしても今後活躍する、スノーホワイトで共演したクリスティン・スチュワートも、新しい長編をプロデュースするのもこのシャーリーズ・セロンなんだそうです。これから映画史を作っていく女優であり、プロデューサーとしても活躍するんじゃないかと思っています。以上。